桂七福は情報落語家で本名は中川博之。血液型は O 型。徳島県東三好町出身。妻との間に二人の子供。タイトルはちょびっとチベット小さなきっかけで大きなことを知ってください。世界から注目されているチベット問題を落語の方を借りてわかりやすく表現し、そして広めようと取り組んだ活動。 チベット語で落語をするのではなく、中国への批判を煽るものでもない。チベットだけのことを訴えているものでもない。ここから何かに気づいて、多くのことを知るきっかけにしてほしいとの思いで創作し、語り始めた。世界中の暴力に向けての落語での、おっさんの落語家が偉そうに、世界平和を叫ぶ活動というポリシーがある。同年5月、長野県。 西方寺にて開催された大チベット祭にて、チベット落語法の披露会が開かれた。徳島県徳島市吉野本町満腹寺本堂にて、満腹寄せを開催徳島県阿南市、新井野町公民館、もしくは、老人遺いの家にて、新たの寄せを開催徳島県伊野郡上伊町人宅保育園跡地にて、虹色落語会を開催徳島県。 吉野川市文化協会主催にて文化振興落語鑑賞会を開催。ありがとうございます。